影実コラボ第9弾、今回はアイリス・ミドガルというキャラクターを使っていってみたいと思います。はい、まあそうね、前回やったアンネ・ローゼと同じく、まあどちらかといえばなんだろうね、主人公側とはまた違う感じなのかね。違うね。詳細がよくわからないんだな。まあ主人公側じゃないよ、それは明確だね。あんまりネタバレをそう言わないように。そう引き戸のところがね、引き戸のところがね。まあミドガルっていう国があって、その国の学校があってっていう関係が、でまあ騎士団団長っていうことでね、まあそうだね、あの大がそこの国の大長女だね。はい。で、あのコラボパックにいる、あの片方が妹。はい。アレクシアだっけか。アレクシアの方かな。はい。アレクシアとローズが一緒に映って、あの白髪の方ね。あれがこの子のお姉さん。まあそこら辺は2話3話でもう話してるから全然ネタバレにならないと思う。ね、あのウィキペディアの簡単な情報だと、そのミドガル王国最強の魔剣士っていうねことらしいんでね、この実力をねこれから見に行きたいと思います。はい、行きましょう。ここでこのキャラ使えるじゃん。はい、ではまあとりあえずね、最初は小手調べ、まあバジリスクぐらいはね余裕で倒せるでしょうという感じで行ってみようか。衛星もね。いや、嬉しい。簡単に。はまってるぞ。ね。16砲レーザー EL。16砲レーザー EL とか、なんか久しぶりに聞くな。もう、あんまり確かに見ないかもしれないね。でもね、これね、アップポジションあるからな、この攻撃範囲で。アップポジション乗ってくるか。はい。あー、しかもこれ SS ターン短縮持ってんの偉いな。そうなんだよね。20ターンでしょ、20ターン短縮してでしょ。あの、同じ降臨なのに、こう、節穴すと、天地の差があるような。あっちはあっちで前回使って結構使いやすかったんだけどな。そう。なんだからね。あれかな、バディック構成強い分、パラメータこっち低いとかあんのかな、ちゃんと見ないんだよね、正直。あー、なるほど。でもゲージ込み攻撃2万8000あるからな。そうなんよ。低くはないね。まあね。ひたすらとりあえず。いや、軽くてんな。強いね。今アップポジション入ったのかな、多分真ん中にいたらほぼほぼ入るっちゃ入ると思うよな。結構このね、キラーのなんつうの位置がどっからね、アップダウンになるのかが、一番近くにいる敵怪しいな。奥だ、奥。一番遠くにいる敵に終わっちゃったよ。お、誰も撤退しないからちょうどよかった。おー、かっけえ。何だろう、もうネタバレ気にしないっつうんだけど、あ、言わないようにっつうんだけど、アイリス自体がネタバレだもん。こいつの存在自体が、戦うのが一期の後半だからさ、もう後半の後半、最終が付近だからさ、もうこの SS がなんなら値段バレなのよね。それ考えるとあんまり考慮する必要もなかったかもしれない。いや、待って、キラ2すぎて SS1 回しか使わねえ。これは触れた味方の数、いや、これ触れねえな。
はいはい。うん。よし、邪魔っけな、ビットぶっこした。フォークでできるから関係ねえんだよな。じゃあこれだけ見てみようか。お、このアップポジションキラーが乗る。あ、でもこれは上型のパスだな。あ、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 お、お、あ、いや、じゃあもう数値で見るしかねえや。はい、ドン。途中で死んじゃった気が。当たってねえからそんなに。なるほどね。いや、もうバシリスク程度では、実力見れませんね。見れないね。うん。じゃあもうとっとと上行こう。上行こう、上行こう。ここつか。あー、では、クシナダカイでございます。あーってね、このクエスト行くのだいぶ久々だな。でもね、これ攻略すると、クシナダ海を、これをクエストで使えると思うと、熱いね。一応、セオリー通りに。はい。おー、いいね。いやー、ちょっと、いいね。水を立てればいいんだもんな。楽になったぜ。ねえ、おお、いいね。おわ、これよ、それ。これが欲しかったもん。ここのシールドの邪魔だな。もう友情で壊して。お、いいね。全然なんともねえな。あ、もう余裕っす。危なげゼロ今のところね。これ殴れねえのかな。殴れてる。やってみるもんだね。アップ。はい。あ、味方に触れられ、いや、いけるか。まあまあまあ。好意的でしょ？好意的だね。このシールドぶっ壊せないかな？いっそのこと。壊せると思うよ。ね、本当はね、壊すべきシールドじゃないんですけどね。ヒーリングウォール出してくれてるのは一応。ただ、いらねえっていう。いらない、ね。弱点いくぞー。気持ちいいやつ。やっぱなんかこういう特殊エースでさ、それなりにこう、威力あるとやっぱ気持ちいいよね。そうだね。特別感もあって強いっていうのが。いや、どうせキラーでやりたいから、ちょっと温存しようかな。はい。何気に4本なんだね、SP。うん。結構ある。割と多分。キラーなくてもこの火力だもんな。ねえ。うわー、殴りもいけちゃうもんな。マインスイーパー M だもんね。普通になんかマインスイーパー M って強いかな。ねえ。なんか全然何
カタログスペック高いぞ、こいつ。全然カタログスペックではなかった。結構今回の効率は、一番作っていた方がいい感じのキャラクター。このキャラは使い勝手いいわ。それ巻き込むかな。右下か。右下。あれもう巻き込みに入るんだね。ね。結構入ったよ。一応アップポジション入ってんのかな。いやどうかな。あ入ってるね。あ光る。あ光ってんだ。うん。ねえ、じゃあ弱点拾ってればもっとってことでしょ。うん。あ、これは上の場所のなんだ、メデューサか。メデューサか。でも巻き込んでると思う。ちょろっと入ってる。ちょっと入ってる。結構この何、幅値判定広いんだな。ね。あーとちょっと HPR だから回復しに行くか。いやもう全然ポスト攻できちゃう火力あるな。そうだね。えあそこでエスプして、確かにどこにあれ飛ばしても全部ボスに当てるね。うわいやーいいぞ。使いやすさ、花丸。これはね、文句つけるとこないっすね。ね。天に抜けなければと、でも巻き込め、あーあーおーおーおー、どこ上かな。いやこれ上だけど巻き込めない、巻き込めるけどかする、あ巻き込んでつらない難しいかったか。見せてください。敵に暴れ込むね。最大火力を、これはまっただやつ。はい。このあれで最大値を見たかったね。はい。もう、ね、出てこねえから殴れねえ。こういう状況になっても友情でご利用せるからいいね。ね。あ、やべ。ゲージミスだ。あ。おう、おう、おう。耐える。大丈夫だ。大丈夫だ。ちょうどってのは、少し危ういぐらいがちょうどいいんで。よっしゃ。よし。はい。ここ使う。いいね。うん、結構いいね、本当に。ね、ちゃんとその攻撃力に。ね、ちゃんとその上乗せがあるマインスイーパー M だったりとか、あとはね、そのちょっと降臨にしては重めの20ターンの SS をちゃんと SS ターン短縮で補っていけてるところとか、あとは SS のね、貫通力ね。まあね、16方向レーザーっていうのは、まあね、威力出そうとするとちょっと狙い方難しいんだけども、多分このキャラに関してはなんかね、ちょっとそこまでちょっと注文つけすぎな気がするね。そうだね。うん、これでちょうどいいのかもしれない。あんまり
あれでも、強すぎちゃうから、ね。超究極が見劣りしちゃうから。そう。これ以上言っちゃうと多分ね、超究極かわいそうなチェキちゃうかもしれないからさ。まあまだ ね、これから超究極のキャラクターはこれから使っていこうと思ってるんですけど、ね、これは強いわ。うん。これ確かにこれはミドガル王国最強の魔剣士かもしれない。うん。なんか正直どこぞの超究極のキャラクターを使えると思うよ。誰かとは言わない。誰かとは言わないけど、ね。誰かとは言わんけど。はい。そうね。はい。っていう感じで、まあ、ね、ここまで使ってきた中のキャラクターの中でも、まあ、結構今回ね、強いというか、今のところね、カキチズコラボで紹介したキャラクターの中では、ダントツに強いかなっていう気はしますね。アンネローゼのね、次元山もやっぱ気持ちよかったし、ガンマのね、ホーミングの威力も良かったんだけど、やっぱ総合力で見たときにね、アイリス強いな。まあそうだね、アイリスの方が強いね。まあそりゃそっかって感じにもなるけどね。うん。はい。ってなってくるとね、このアイリスによってハードルを上げられてしまった超究極2人、まあどういった実力なのかね、また次見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。はい。では今回は、アイリスミドからのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイチャー。